おはよう、お兄ちゃん。久しぶりの札幌、楽しみでしょ。それじゃあそろそろ行こっか。札幌スパランドって私初めて。水着持ってこなかったけど、中で借りればいいよね。それじゃあ行こう、お兄ちゃん。お兄ちゃん、お待たせ。室内プールと屋外プールとサウナがあるよ。どこから行こうか。それじゃあ行こう。私まだ息継ぎができないから教えてね。北海道って夏が短いから学校でもあんまり水泳の授業やらないんだ。だから私ほとんど金槌なんだよ。ねえお兄ちゃん、息継ぎのコツ教えてよ。やっぱりそうかな。それじゃあ私練習してみる。そろそろ別のとこ行こう。どこにする？ここってちょっと狭いよね。なんでこんな風に作ったんだろうね。そうかもね。あ、見て、飛行機が飛んでる。空も綺麗だし、プールも気持ちいいし、こういうのも悪くないよね。そろそろ別のとこ行こう。どこにする？当たり前だけど暑いよね。私サウナって苦手。そろそろ出ようよ。ねえお兄ちゃん、そろそろここ出よっか。お待たせ。気持ちよかったね。それじゃあそろそろ行こう。ここのお店、夏にも来たよね。お兄ちゃん、ここの紅茶好き？私も大好き。それじゃあ早く入ろう。紅茶を上手に入れるのって結構難しいんだ。葉っぱの量とお湯の量と時間、ただこれだけなのに、そのバランスがすごく微妙なの。
ここの紅茶ストレートで飲んでも美味しいでしょ。渋みだけじゃなくてその奥に甘みがある感じだし、こんな風に上手に紅茶が入れられた朝は私それだけで気分が良くなっちゃうんだ。そういえばあゆちゃん部活やめて今本格的に歌と楽器の練習してるんだよ。え、何？変なの。私何話してたっけ。あ、そうそう、そういえばあゆちゃん部活やめて今本格的に歌と楽器の練習してるんだよ。プロの歌手になるって決めたんだって。ライブハウスにもファンの人が来るようになったし、ひょっとしたらデビューする日も近いかもね。一歩一歩夢に近づいてる感じがして、なんか羨ましいな。え、私の夢？うん、実はもう決めてあるんだ。笑わないで聞いてね。私、お料理が好きなんだ。そしてそれを食べてくれた人が喜んでくれるともっと嬉しくなっちゃうの。だからいつか自分のお店を持ちたいんだ。小さくて高級じゃなくていいから、いつも美味しいものが食べられるお店。え、本当？お兄ちゃんと一緒ならきっと楽しいだろうね。でもまだ先のことだし分かんないよね。ねえ、お兄ちゃんの夢って何？そうだね、いくらお金持ちで仕事が充実してる人でも愛がなかったらきっと寂しいだろうね。前にお母さんがお祈りについて話してくれたんだ。神様に向かって、例えばお金持ちになりたいって毎日お祈りしてる人がいたとするでしょ。その人の思いはたとえ神様なんかいなかったとしてもその人自身の心に響いてるはずだし、それが毎日続けばそのお願いはどんどん具体的になってくでしょ。きっとそういう人は普通の人が気づかないようなチャンスも生かせるはずだって、それがお祈りの効用なんだって。私とお兄ちゃんと二人の夢がいつか叶うといいよね。そろそろここでよ。雪道は車も止まりにくいから気をつけなくちゃね。ねえお兄ちゃん、このまま手つないで歩こうか。冬の道庁って綺麗だよね。赤いレンガの上に白い雪が積もって、子供の頃から見てる建物だから今まで特になんとも思わなかったけど、お兄ちゃんと一緒にいると私まで観光客みたいな気分になってきちゃって。ん？どうしたの？変なお兄ちゃん。どこまで話したっけ。あ、そうそう、お兄ちゃんと一緒にいると私まで観光客みたいな気分になってきちゃって。でもそういう目で見て初めて分かったんだ。当たり前の中にだって素敵なものはいっぱいあるんだね。ねえお兄ちゃん、私お兄ちゃんのこといつもお兄ちゃんお兄ちゃんって呼んでるけど、
本当はなんて呼んでほしいのかな。やっぱりそうだよね。うん、わかった。それじゃあ呼んでみるね。やっぱりダメ。なんか急に恥ずかしくなってきちゃった。もうしばらくお兄ちゃんって呼ばせてね。寒くなってきたね。他のとこ行こう。ここって有名なイタリアンのお店だよね。ちょうどお腹も空いてきたし。ねえお兄ちゃん、入ってみよう。あ、私これ知ってる。カルツォーネって言うんでしょ。こんなに膨らんでるピザなんて珍しいよね。きっと世界一膨らんでるお料理なんじゃないかな。いただきます。これすごく美味しいよ。お兄ちゃんも食べてみて。そういえばお兄ちゃん、世界三大料理ってあるでしょ。フランス料理と中国料理とあと一つなんだか知ってる？正解！すっごい！お兄ちゃんってお料理詳しいんだ。でも私、トルコ料理って食べたことないんだ。世界三大料理っていうぐらいだから、きっとすごく美味しいんだろうね。ねえお兄ちゃん、学校ではどんな科目が得意なの？本当？すごいね。私、算数は得意だったんだけど、数学は苦手だな。コンピューターも怖くて触れないし。だから理系が得意な人って尊敬しちゃうな。でもね、自分のお店開くとしたら経理にも詳しくないといけないし、外国のお料理を勉強するなら英語だって大切だよね。自分のお店をインターネットのホームページで紹介できたら素敵だなと思うし、そう考えたら学校の勉強も大事なんだよね。あのね、まだちゃんと考えたわけじゃないんだけど、野菜が主役のお店にしたいんだ。野菜ってちょっと手を加えただけですっごく美味しくなるんだよ。うん、ダイエットなんかにもいいかもね。外食って高くて栄養が偏ってるってイメージがあるけど、旬の野菜を使えば安くて健康的になるよね。でも楽しみだな。まだまだ夢みたいな話だけど、目標にしてればきっと大丈夫だよね。ねえお兄ちゃん、そろそろここ出よっか。今日はちょっと縛れるよね。寒い。
よりもっと寒い感じを縛れるって言うんだよ。ほら、こうしてるとあったかいよ。行こ、お兄ちゃん。ビートルバム、喫茶店だね。外は寒いから、ここで温まっていこうか。それじゃ、中に入ろう。今年ももうすぐ終わりだね。お兄ちゃんにとって今年はどんな年だった？本当？よかった。私も今年はいい年だったんだ。きっと来年はもっといい年だよね。私の一番のラッキーはお兄ちゃんに会えたことかな。来年もよろしくね、お兄ちゃん。この間のクリスマス、私お家でケーキ焼いたんだ。すごく上手にできたから、私とお母さんで美味しく食べたんだけど。でも、お兄ちゃんがここにいたら、もっと楽しいだろうなって、ずっとそんな風に思ってたんだ。え、何？本当に？なら、いいけど。何話してたんだっけ？そうだ、一個のケーキは二人で食べたら半分になるし、三人で食べたら三分の一になるよね。でもケーキの美味しさは一人で食べるよりみんなで食べた方が何倍も大きくなると思うんだ。不思議だよね。一個のケーキの中に分けると減っちゃうものと分けると大きくなるものがあるんだよ。え？本当に？ならいいけど。何話してたんだっけ。そうだ、分けると減っちゃうものばかり大切にしてるときっとみんな喧嘩しちゃうけど、分けると大きくなるものを大切にすればきっとみんな幸せになれるよね。うん、それ、私そういう風に言いたかったんだ。私、今いろんなことにワクワクしてるんだ。ちょっと前はお兄ちゃんが札幌に来る日をワクワクしながら待ってたし、今は将来のお店のこととか、新しいお料理のアイデアとか、そういうこと考えるとやっぱりワクワクしちゃうんだ。ワクワクする気持ちをたくさん持ってる今は、きっと私幸せなんだよね。人を好きになることって素敵なことだよね。お父さんがお母さんのことを好きになったからこうして私が生まれたんだし、私が生まれた時お父さんものすごく喜んで、いつか大空に飛び立っていくようにって小鳥って名前をつけてくれたの。私もお兄ちゃんもそんな風にみんなから祝福されて生まれてきたんだよね。お誕生日を祝う言葉、ハッピーバースデーってさ、なんか素敵な言葉だよね。みんなが祝福されて生まれてきたから、お誕生日にはハッピーバースデーってそういう風に言うんだよね。だからさ、幸せにならなくちゃ罰が当たっちゃうよね。私今幸せだよ。好きな人もいるし、あのね、
私はお兄ちゃんが好き。妹とお兄ちゃんの好きじゃなくて、お母さんがお父さんのこと好きだったみたいに、お兄ちゃんのことが大好き。言っちゃった。ちょっと寒くなってきたね。そろそろ帰ろうか。